ウレタン塗装のやり方をこれからやっていきたいと思います。私はウレタン塗装の材料なんですが、原原化学っていう A 液 B 液、そういうものを使っています。このタイプは2対1で硬化剤を混ぜます。そしてその後ウレタンシンナーですけど、これでちょっと希釈していきます。2対1なんで今回は40グラム入れますね。はい、で次に硬化剤を 20cc 入れます。そしたら希釈する前に一回混ぜて化学反応を起こさせます。材木 の塗装に関してですけども、本当はウッドシーラーっていうのをかけてからサンディングシーラー、それで上塗りっていくんですけども、私はウッドシーラーちょっと今回は省いてます。その代わりこのサンディングシーラーを少しちょっと薄めにします。そうすると材料にかなり染み込んでいって中で硬化するので表面が強くなります。このくらいもうめちゃくちゃしゃぶしゃぶです。でこれをストレーナーを使いまして、このストレーナーを使ってこのガンのタンクに入れていきます。でこれで拭き上げています。キッチンに使うこのシナ合板を塗っていきます。塗装する際にはぜひこのマスクをしてください。かなり寄ってしまいます。これで拭いていきます。これは1回目になります。かなり染み込むのが早いんですけども、これはそのまま乾かしておきます。1回目のサンディングシーラーが乾きました。で次何をやるかというと、このサンディングシーラーをこの320番の紙やすりですけども、それで木目に沿って磨いていきます。で次にゴミを払ってからもう一度シーラーを拭いていきます。これでサンディングシーラーの2回目完了です。また今度は乾いて、そのが次の作業に移りたいと思います。次にサンディングシーラーを2回終わったので、上塗りの工程に入っていきます。上塗りは、今回はフラットっていう艶消し 70% ので行っていきます。でよくちょっと攪拌してください。
つや消し剤が入ってるんで、それをちょっと混ぜ合わせるのを行います。で今度は4対1になってるんで、そのことを念頭に混合していきます。硬化剤を入れます。で、攪拌します。次にシンナーで、専用シンナーで。ストレーナーでこうします。それでガン拭きします。2回目のサンディングシューラーをこれから磨いていきます。ではガンを拭いていきます。その前にちょっとゴミを拭いてください。サンディングシーラーでシールしてるので、上塗りが本当に沈み込まないで持っています。この工程を2回かけます。まあ場合によっては3回かけることもあります。では乾かしてまいりましょう。1回目の上塗りが終わりました。少しいい感じでスベスベになっています。でももう1回塗るために、この今度は800番の耐水ペーパーで軽く磨きます。それはちょっとしたゴミを取るためのものですが、やっぱり木目に従って磨きます。かなりスベスベです。これでまた塗装を始めます。これで2回目の上塗り、それでこれで仕上がり完成です。あと乾いてからまた軽く800番で磨きますけども、乾いた寸前だと多少傷がつきますので、もうちょっと、そうですね、半日とか1日置いてから軽く磨くと本当に綺麗になります。以上です。